いちょっと黒とピンクなので可愛すぎない感じにしたいなと思って、ちょっとベールがあるあのアリス&パイレーツさんのちょっとゴシックなものを今回かぶってみました。こんにちは、ゆさみどりです。普段は会社で翻訳の仕事をしたりしながら絵を描いて生活しています。会社が、渋谷にあるんですけれども、結構服装自由なので普段からロリータで出社したりしています。帰りに原宿とか寄って買い物して帰ったりとか、お茶したりとかして他のロリータさんと交流したりしています。今日のアウトフィットは黒とピンクでちょっとまとめてみた感じなんですけれども、そんな感じでちょっと大人かわいい感じなので、メイクもパープルとピンクでちょっとミステリアスな感じにしてみました。最後まで楽しんでいってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。スタート。まず最初にコンタクトレンズをつけました。コンタクトレンズは韓国のトゥインクルアイズさんのシークレットシリーズを使ってます。ヘーゼルで私の髪の色となじむので結構気に入って使ってるんですけど、多分もともと黒とか茶とかの人もすごいいい感じに馴染んで綺麗に発色するんじゃないかなと思ってます。これは、ロキシタンのモイスチャーフェイスミストです。最初にちょっと保湿するために使ってます。これはローズって書いてあってパッケージもローズでお気に入りで使ってます。ベースはケイトのものを使ってます。ウォーターインオイル BB 化粧下地ファンデーションのやや明るめな肌を使ってます。美容部員さんにおすすめされて使ってるもので、冬はちょっと保湿できるかなと思ってあえて使ってます。これはスポンジでたまたまフランフランで安くって可愛かったので使ってます。喉のコンシーラーの2ライトベージュを使ってます。色が結構明るくって自分の肌に馴染むので気に入って使ってます。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーの ML です。肌がちょっと弱いので直接ファンデーションを塗るよりはベースの後にパウダーをした方がいいよってことで美容部員さんがおっしゃってたので、それに従って使ってます。コフレドールのファンデーションを使っています。母がカネボウで勤めていたのでコフレドールとかあとはケイトとか結構カネボウの商品を使うことが多いです。母からのおすすめとか毎回新作とか教えてもらったりして使っています。キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズの14番を使ってます。うさぎ目っぽくするために赤を最初に目の下に入れて、でちょっと涙袋を強調させるためにブラウンを下に入れてます。エテュセのアイカラートップコートで、トップコートにも使えるんですけれども、私は涙袋を強調させたりとかメイクのベースとかに使ってます。リキッドの上にパウダーをのせると取れにくくなるので、先ほどのリキッドにキャンメイクのうるうるする涙袋のものを入れてます。エテュセの同じくアイカラートップコートのピンクになります。下地で入れたりするとキラキララメが可愛いので使ってます。エテュセは日本製で結構可愛いので気に入って使ってます。リンメルのロイヤルヴィンテージアイズの010番です。彫りを深くするために茶色とあとは眉の骨のところに白っぽい色を入れました。この色をここのちょうどくぼみのところに入れて、でハイライトを綺麗に入れるようにここの明るい色を骨の位置に入れました。チップだと強く色が入りすぎてしまう時があったりするんですけど、指だと力加減とかで調節ができるので指を気に入って使ってます。キャンメイクのアイニュアンスのアイシャドウの20番です。先ほど最初にエテュセのベースでピンクを使ったので、このパープルが入れる時に結構映えたんじゃないかなと思ってます。目尻にパープルを入れて、ちょっと中央というか目頭裏側に白を入れて目を立体的に見せてます。ヴィセリシェのクレヨンアイカラーの PU5 番パープルです。アイライナーを今回パープルにして、ちょっとピンクとパープルで可愛くって
ってもちょっとミステリアスな感じに仕上げてます。イヴ・サンローランのレディトゥエア5カラーのブルー系の色だと思うんですけれども、ちょっとこのラメを足して立体的に見せようとしました。真ん中のちょっと何でしょう、際のところに入れました。ラメがすごい綺麗なのでちょっとキラキラしてると思うんですけれども、そこのちょっとラメ感が好きなので気に入って使ってます。スイートの2018年の9月号のリップ&チークの04番を使ってます。ハートで可愛いっていうのと、あと今日みたいなちょっと何でしょう、大人っぽい紫みたいなメイクの時にはローズが合うので使いました。クリームチーク、クリームリップなので指でトントンって使ってます。一回乗せてでそのまま伸ばしちゃうと濃くなりすぎちゃうので、ティッシュで一回オフしてから伸ばすようにしてます。セザンヌのミックスカラーチークの20番シェーディングです。シェーディングでちょっと鼻とかの彫りを深く見せたいので、ちょっと 目頭のあたりを強調する感じで二重で入れました。全体的に混ぜて使ってます。キャンメイクのグローフルールハイライターの01番です。鼻筋のところとあとちょっとこの頬のところに入れてみました。鼻筋のところは指であえて入れることでちょっと強調して強めに入れるようにしてます。メンソレータムの薬用スティックです。リップを塗る前に必ずちょっと保湿をするようにしています。レブロンのキスクッションリップティントのリップカラー200ファンシーローズです。ちょっと落ち着いたリップにしたいのでまずこちらをベースに入れてベージュっぽくします。メイベリンのカラーセンセーショナルリップスティック AA 風車ローズです。それを先ほどのベースのベージュに混ぜて使うことでちょっと落ち着いたローズピンクにしてみました。2つをいい感じに混ぜたいのでポンポンポンってのせて唇上で混ぜる感じで今回のせてみました。インクをかぶるためにまずは三つ編みを作って、でそれで三つ編みを平らにしてウィッグネットの中に入れました。このウィッグは友達から誕生日プレゼントでもらったので気に入ってて使ってます。ちょっと根元が黒いのでこのワンピースの黒とピンクのところにも合うんじゃないかなと思って今日はかぶってみました。前髪がちょっと長かったので自分で切ったんですけど、ちょっと何でしょう、ギザギザ感があるんですが、ちょっと眉が隠れるぐらいが好きなので今回はちょっと眉メイクはせずに隠すようにしています。帽子を固定するために最初にピンで両端を留めて、でリボンはちょっと見えない方が今回可愛いかなと、ちょっとスクエアネックになってるので後ろで結びました。ちょっと黒とピンクなので可愛すぎない感じにしたいなと思って、ちょっとベールがあるアリス&パイレーツさんのちょっとゴシックなものを今回かぶってみました。このドレスは子供の頃に高校生ぐらいの時かなにすごい欲しくって、でその時はちょっと高価だったので手に入れられなかったんですけれども、たまたま最近古着屋さんで見かけて、あ、子供の頃に欲しかったやつだ、買おうと思って購入したものになります。でこの柄がすごい可愛くって、そう、紫もあるんですけれども、紫もいつかちょっと手に入れたいなと思ってるんですけれども、このピンクと黒とのコントラストがすごい可愛くって、このローズとかのディテールがすごい素敵なので気に入っています。指輪はいつもつけてるヴィヴィアンのものを今回使いました。本土に住んでたことがあったんですけれども、その時にちょっと思い出で購入した感じで、でハートが小さくて今回のアウトフィットみたいな甘すぎないコーデにも合うかなと思って合わせました。はい、完成しました。ちょっと紫を入れてピンクだけじゃなくって、ちょっと大人っぽいミステリアスな雰囲気がちょっと出せたんじゃないかなと思います。ロリータじゃなくってもちょっと可愛い系のファッションをしてる時にも合うんじゃないかなと思っています。
ロリータで始めてみようっていう人でもピンクとかコーデに取り入れやすい色かなと思うので、ぜひトライしてみてください。ロリータはなかなか最初一歩踏み出すのにハードルが高いっていう人いるかもしれないんですけれども、あの古着とかもあるので、あの例えば新宿とか原宿にあるクローゼットチャイルドさんとか、あの手頃な値段から運が良ければ多分5000円ぐらいでワンピース買えるかもしれないので、あのぜひ行ってみてください。普段はインスタとかで、自分の描いたイラストとか、あとはロリータのコーディネートとか載せてるので、よかったら見てってください。インスタのアカウントはchacha_jpn でよくストーリーに上げています。友達とのお茶会の雰囲気だとか、よく家でスコーンとかも焼いたりしてお茶会振る舞ったりしてるので、まあ、家の様子だったりとか、あとはまあ外で友達と遊んでる時の様子とかよく上げてるので、よかったら見てってください。視聴ありがとうございました。これから他に私の動画も上がるので、ぜひコメント欄とかで、どういった動画が欲しいとか、いろいろアドバイスいただけたら嬉しいです。可愛いパティも、あの他にも可愛い動画たくさん上げているので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ゆさみどりでした。ありがとうございました。